皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日はこちらの古民家一棟貸切旅館成田桜亭さんに来ております。なぜ私が今日成田桜亭さんにお世話になるかと言いますと、こちらの古民家にはいろりがございまして、私ずーっと一度やってみたかったことがあるんです。そうです、いろりを使って日本昔話風のお鍋ですね、いろりの上にぶら下げてお鍋を作ってこうよそってという、これを一度やってみたくてですね、今日こちらお伺いさせていただいております。中の方に早速入っていきたいと思います。いやー広い。ちょっと今日こちら私一人で、泊まるんですけれども、ちょっと広すぎるぐらい、わー立派な古民家です。大きいです。離れもありますね。ちょっといろいろ探検してみたいと思います。早速こちらの母屋の方からお伺いしてみたいと思います。失礼します。うお、もうこのかまどでございます。今日は新潟県産の新米買ってきておりますので、銀シャリ炊いていきます。炭も薪も全部揃ってます。立派なかまどです。あー見てください、天井も吹き抜けもすごいですね。まあ、中に入った瞬間もうエアコンが効いてるんじゃないかぐらい快適な温度なんですけども、天井が高いから下が涼しいんでしょうね。もう柱も立派です。歴史を感じることができます。いやーもうこの土間も広いですし、もう古民家なのにこの IH です。そしてもう水洗もシングルレバーです。いやーすごいですね。もっと皆さんこれです、いろりです。もうこれこれ、もう今日はこのいろりを使って日本昔話風のお鍋、作っていきたいと思いますのでね、このこうよそってこれです。これをやっていきます。和室の方も行ってみましょう。和室も立派でございます。広いですね。最大10名まで宿泊が可能ということなんですけれども、とても清潔感もあって綺麗な和室でございます。古民家ならではの外廊下、立派ですね。成田桜亭さん、都心から法定速度巡航運転で1時間ほどでございます。都心からのアクセス抜群でありながら日常を忘れられる空間だと思いますので、ぜひ皆さんもご利用してみてはいかがでしょうか。それでは早速お鍋作っていきたいと思います。それでは本日のお鍋のレシピご紹介したいと思います。材料はこちらの大根、ごぼう、どねぎはいつもの千寿ネギ、里芋は今日千葉県に来ておりますので千葉県産の里芋、そして鶏肉なんですが、鶏肉といえば地踊り、そうです、武井さんの地踊りでございます。大将にお鍋用にカットしていただきました。私は里芋のお鍋といえばこちらの日本食研さんの里芋が美味しい芋炊きのタレ、これ本当に美味しいです。そしてこちらの油揚げを入れまして、今日ほんの一手間と言いますと、このとろろ芋でございます。もう、すってあるんですけれども、こちらのとろろ芋を最後、お鍋に入れてですね、仕上げていきたいと思います。そして、付け合わせはこちらのいぶりがっこでございます。また、かまどの方でのご飯もですね、炊いておりますので、楽しみでございます。早速調理していきたいと思います。いやー、お鍋、いい感じでございます。ただいま、肉の武井さんの地踊り、インいたしました。きっといいお出汁が出ると思います。お鍋ができるまでの間にですね、本日のワインご紹介したいと思います。本日ご紹介するワインはこちら。ラ・クラウテド・オーブリオン・ブラン・ヴィンテージ2014年です。こちら、なんと五大シャトーのシャトー・オーブリオンのセカンドラベルということなんですけれども、長らく愛されたファンに向けたファンサービスのような商品だということを話している人もいまして、年間1000ケース、もともと少ない生産量に加えて国外に輸出されることが珍しくですね、とても希少なアイテムということで、まさに至極の一本と言えると思いますので、早速開けていきたいと思います。とてもフルーティーで柑橘類の香りを感じることができて至極の一本と言えると思いますので、早速注いでいきたいと思います。
いやとても透き通った色をしております。早速香りを感じてみたいと思います。とても本当に柑橘類というかフルーティーな匂いがしますので期待できる一杯だと思います。それでは早速いただきたいと思います。ワインで乾杯。いやー美味しいです。やっぱりこの古民家でいただくっていうのもあるのでしょうか。素直に美味しいですね。繊細な酸味、感じることができてミディアムボディだと思います。2013年もご紹介させていただいたんですけれども、2013年よりかは、果実に少しフルーティー、かといって甘すぎるということではございません。この比較すると、それぐらいの違いがあるのではないかと思います。まあ、私個人的なタンニングラフいつも表しておりまして、すいません、もう一口いただきます。というような形で余韻につながる渋みボディを感じることができます。その間も繊細な酸味がですね、しっかり口の中を味わわさせていただくれてですね、まさに至極の一本だと思います。とても美味しいです。それでは成田桜亭の小山雄二の勝手にランキング、おすすめの設備をご紹介したいと思います。前回なんと第1位からランキングを紹介してしまってですね、子供からランキング普通3位からだしっていう連絡がありまして、その通りだなと思いまして今日は3位からご紹介させていただきます。それでは第3位、こちらのかまどでございます。今新潟の魚沼産のお米を、新米を炊いております。もう湯気が立ってきております。もうここは強火で。第2位、五右衛門風呂でございます。いやー気持ちいい。そして第1位はこちら、いろりでございます。今お鍋作ってます。できるのが楽しみです。こちらおさらいしますと、第3位かまど、第2位五右衛門風呂、第1位いろり、成田桜亭小山雄二の勝手にランキングでした。お鍋もいい感じになってきておりますので、早速このとろろを入れていただいていきたいと思います。いやーどうでしょうか。おーすごいですね。美味しそうです。じゃあここにこちらのとろろをですね、適量入れさせていただいてですね、こんな感じで入れさせていただいて、こちらの塩を取り取ってですね、具を少しいただきまして、いやーこれは最高に美味しそうでございます。それでは早速いただいていきたいと思います。じゃあまずはこの肉の武井さんの塩取り、いただきます。うまい。これはうまいっす。武井さんの塩鶏、しっかりジューシーでお鍋にも合います。いい出汁が出てます。シャトーブリオンのセカンドラベルいただきたいと思います。最高のマリアージュだと思います。口の中で塩鶏の甘みとこの白ワインがマッチしてですね、もう酸味も最後にしっかりときて、さっぱりとした味わいになってですね、とても美味しい最高のマリアージュです。ありがとうございます。引き続き日本昔話飯いただいていきたいと思います。まずこのいぶりがっこいただいて、かまどで炊いたご飯です。いただきます。うんうん、美味しいです。もうここにこのお鍋、とろろの汁、いやー美味しいです。最高です。里芋もいきたいと思います。
美味しいです。いやー、このピロリで日本昔話飯、一つ夢が叶いました。ありがとうございます。至福のひとときです。皆さんもぜひ日本昔話飯でワインお試しいただいてみてはいかがでしょうか。そして本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本日ご紹介させていただいたラ・クラウテダ・オーブリオンブラン2014年、こちらの白ワインも EC サイトの方で、ご紹介しておりますので、ぜひ YouTube の概要欄から EC サイトご確認いただけたらと思います。また引き続きセレクトしたワイン紹介する動画配信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。